今朝、金沢市大桑町の梅林では生産者が3センチから4センチに育った実を一つ一つもぎ取っていきました。こちらは紅さしという品種、果肉が多く赤い色と綺麗なツヤが特徴です。色ツヤも良くて実の張りもいい本当に美味しい梅だと思います。ジュースとか梅酒、梅干しがこれから漬け込みしていただければなと思っております。梅酒や梅干しを手作りすることは梅仕事と呼ばれ、おうち時間が増える中注目が集まっています。梅の季節が始まると梅仕事を楽しみにしている方も多いんではないでしょうか。こちらの青果店では店頭に様々な品種の梅がずらりと並んでいます。近江町市場の青果店、北方青果です。販売している梅は主に青い梅と黄色い梅の2種類。青い梅は梅酒や梅ジュースに、黄色い梅は完熟した梅で梅干しに適しているそうです。選ぶポイントっていうのはありますか？はい、青い梅は果肉が大きいほどよくエキスが出るので、大きいものをお勧めしたりしますね。梅酒や梅ジュース用は実が大きいものがおすすめ。梅干し用はシワがなく形が丸いものを選ぶと柔らかく仕上がるそうです。さらに赤い部分が多い梅を選ぶのもポイント。こちらがちょっと赤みがかったもの。あ、全然違う。こっちの方が赤い方が強いですね。そうですね、この赤みが強いものの方がすごく芳醇な香りがしますし、そういったものも基準にして参考にして選んでいただければいいと思います。今年の梅の価格は氷の被害があった去年と比べて3割ほど安くなっています。梅が店頭に並ぶのは来月上旬まで。初夏ならではの手仕事をぜひ楽しんでみてください。はい、梅のシーズン到来ということで、店頭にはですね、梅干しを作ろうと2キロ買うお客様もいました。ただ皆さんに気をつけていただきたいことがあるんです。それは梅酒を作る時なんですが、実は梅酒を自宅で作る場合、酒税法で混ぜる酒はアルコール度数が20度以上のものに限られています。ほとんどの日本酒は使用することができないんです。20度より低い酒を使うと発酵が起こってしまい、酒を作る行為だとみなされてしまうからなんです。はい、お家にあるお酒なら何でもいいというわけではないということです。皆さんお気をつけください。